こんにちは、越野志保と申します。杉野さん、カラフルスマイル50回目どうもおめでとうございます。私も、100回ですね。何を100回か分かんないですが、目指して頑張ろうと思います。どうぞこれからもよろしくお願いいたします。